重い荷物を抱えたメアリーさん、その時優しい言葉をかけた一人の男性が。メアリー荷物重そうだな、持ってあげようか。ありがとうございます。あなたって本当に、本当に何やり。メアリーさんは感謝の気持ちを表そうとしました。ん？何何何？ん？親切な人ですね。いや、そんなことないよ。いや、困ってる人見るとさ、なんか助けたくなる性分つったらいいのかな。となるはずだったメアリーさん、しかし実際には感謝の気持ちを表すのにこんな言葉を使ってしまったのです。あなたって本当に、本当に、ん？何何何？ん？おせっかいな人ですね。おせっかい？はい。悪かったな。おせっかいで悪かったな、メアリー。どうして？どうして怒った？いやいや、怒ってないよ別に。アナウンサーの山本哲也です。日本語なるほど塾、今月は留学生から見た日本語のトホホと題してお送りしています。私たちが日常何の気なしに使う微妙な表現、なかなか難しいようですね。今日は形容表現の落とし穴がテーマです。どんな落とし穴なんでしょうか。今月は留学生に日本語を教えてらっしゃる佐々木瑞江さんをお招きしてお話を伺っています。佐々木さん、今の話ですけど、これも実際にあった。そうですね、やっぱりおせっかいっていうのね、学生同士たちがよく宿題を見たりしてますよね。そうするとそれを見て、あの人おせっかいなのよ、なんか頼んでもないのにみたいのを間違えちゃうんでしょうね。このおせっかいと親切、これ大きな違いですからね。そう、プラスとマイナスですよね。でもね、辞書を引くとどこにもね、おせっかいがマイナスなんて書いてないんですよね。だから留学生にとってはおせっかいがプラスだと思ったんでしょうね。荷物持ってもらったメアリーさん、おせっかいな人ですねって言ったら、山本さんだったらどうします？いや、私はカチンと来るかもしれませんね。やっぱり同じですよ ね。だから実際にこんなことがあっても不思議はないということですね。なるほどね、本当にいい意味で使ったつもりだったんですけど ね、でもなんかプラスマイナスを間違えたばっかりに、まあ、コミュニケーションがギャップですね、一つのね。その、プラスマイナスを間違うということなんですけども、どういうふうに間違えていくのかちょっと見ていきたいと思うんですが、こちらです。この人の、性格を表す表現っていうんでしょうかね。まず積極的なと、この出しゃばりなですよね。それから社交的なと、外面がいい。それから几帳面な、細かい、おおらかな、ズボラなと、全くこれ逆ですよね。そうなんですね。それでこれも辞典にはね、プラスマイナス書いてないんですが、私もそれからはね、留学生に教える時はやっぱりプラスとマイナスをきちんとと思ってこういうものを作ったんですが、あの人積極的ですねって言ったらいい意味ですけれども、なんであんな時発言するんですか、出しゃばりですねってちょっとこうマイナスの意味になりますよね。同じようなことがこう日本語には実に多くて、褒められれば、左側ですよね、プラスで褒められれば嬉しいけれど、左で褒めたつもりで、あなたって細かい人ですねって言われたら、なんかお金に細かいような悪い印象を持ちますよね。これ同じ一つの行動ですよね。行動、行為がこういうふうに変わってくるというわけですよね。そうなんですよ。その他にこの例というのはありますか？そうですね、例えばね、下宿をね、お貸ししましょうと言って、親切なね、大家さんがこう
言ってくださったんで、私も一緒に留学生と行ったんですね。でどうですかこの部屋って言ったら、わあ先生ひどい部屋ですって言うんですね。あのひどい部屋、ちょっとせっかくね親切に貸してくださろうと思ってるんだから、ええ、もうちょっと言いようがある。 なんでひどい部屋、間違いじゃない、あ間違えました、先生すごい部屋ですっていうのね。すごいとひどいじゃ全然違うから、この表の見間違いですよね、ひどいはマイナス、まあ、すごいはだいたいあの、わすごいよくできたなんていう時使うわけですから、このすごいとひどいで見てますとね、日本語で言えば程度が甚だしいという時にすごいひどいって確かに使いますよね、本当に今 お聞きしててですね、私たちは本当に身につけてんだけども、それ一つ一つ留学生外国人の人が日本語を学ぶ前にこう覚えなくちゃいけないっていう、そうですもん、私たちでも大変ですよね、日本語は難しいですね。そうですよね、まさに留学生にとってのそのトホホということになってしまうわけなんですよね、でそれで一つの言葉でもうやはり、プラスに取られてしまったりマイナスに取られてしまったりということがあると思うんですけどね。そうですね、例えばあの山本さん今日のスーツ渋いですね、これプラスですかマイナスですか。私がある程度私褒めたつもりなんですけど、ね、あの何で言ってればっていうか、その褒め言葉だというふうに考えますね、そうですね、山本さんって渋い方でって言ったら褒め言葉ですよね、そうですよね、なかなか渋いセンスでとかね、褒め言葉ですよね、でもなんかお金に渋くて、これはちょっとケチマイナスですねそうですね、だからやっぱりあの両面に取れますね、渋いって、あのこういう時は同じ言葉でも両方だから用例を示して教えないとダメですね、まさにこの状況に応じて、渋いという言葉をこう使い分けなくてはいけない、そうですよそれからですね、時代によってやっぱりこの使い方が、そうですね、捉え方がプラスかマイナスかという言葉はあろうかと思うんですけどね、その中に一つのおてんばという言葉があるということなんですけど、坪内逍遥ってご存知ですよね、あの当世書生かたぎっていう、その頃の話し言葉で書かれたものがあるんですけれども、ちょっと今こちらに出てきましたね、そうですね、この小娘は年の頃まだようよう十四五と見ゆれど、すこぶるこまししゃくれたたちにて顔立ちも人祖の多い方なり、人祖というのはあの人間らしいということですね、そうですね、あの、はい、俗に言うおてんばなれども彼女は活発だなどと言って諸青年に喜ばれる小娘なりと、こういうのになってますね、そうですね、はい、十四五にしてはなんか女の子にしてはおてんばだと、でも活発だと言ってるんですね、でおてんばなれどもっていうのはもうなれどもがつくことでね、あのその後にそうマイナスで、あの大人に混じってね、あの一人前の口を聞いたり書生さんたちにもあの普通に話したり、そういうことに対しておてんばって言われたんだと思うんです、今でいう積極的っていう意味だと思うんですね、時代によって言葉の使い方がプラスになったりマイナスになったりするということがあるということですね、そうですね、その頃マイナスだったものが今は変わってきているものが多いですね、あるいは死語になってるとかね、おてんばもやがて死語になると思うんですけど、日本語の形容表現って本当にいろいろあるんですね。